藤井聡太王将二十竜王王位栄王規制含む五冠が一日名古屋市の名古屋将棋対局場で名人長選権を争う A 級順位戦の八回戦に臨み長瀬拓也王座三十と対局した午前十時に始まり戦型は角代わりに進んだ先手はあらかじめ長瀬拓也に決まっており正午からの昼食休憩までに三十七手進んだ 驚くべきは、両者6時間の持ち時間のうち、藤井壮太が1時間37分消費したのに対し、永瀬拓也が3分だったこと。 1>, 1月に、ハブ・ヨシハル9段52を挑戦者に迎える、第72期アルソック杯王将戦、スポーツ日本新聞社、毎日新聞社主催七番勝負を3局勝か2勝1敗するなど、多忙な藤井聡太に対し、長瀬拓也の入念な事前準備を推し量ることができる速さだった。ここまで藤井聡太は6勝1敗で、長瀬拓也は4勝3敗。 単独首位に立つ藤井聡太は永瀬拓矢戦に勝てば3月2日の最終9回戦を前にプレーオフ以上が確定する2敗で斎藤慎太郎8段29広瀬昭人8段36菅井竜也8段30の3人が追っており斎藤は広瀬と菅井は佐藤天彦9段35と対局している 名古屋対局場で、この日から可能になったデリバリーによる昼食メニューは、藤井聡太が、上海名物黒酢の酢豚セット、長瀬拓也が、エビのチリソースにセットでともに、南昌饅頭店からの注文だった。名人戦 a 9一戦、2月1日に8回戦、藤井聡太勝てば、プレーオフ以上。 渡辺明名人38への挑戦権を争う第81期名人戦 A 級順位戦毎日新聞社朝日新聞社主催の8回戦が2月1日東京都大阪の将棋会館名古屋将棋対局場の3カ所で一斉に行われる名人位獲得の最年少記録更新に挑む藤井聡太王将20は6勝1敗で単独トップ 勝てば最終成績7勝2敗以上が確定し、最終9回戦の結果次第で単独挑戦かプレーオフ進出かのどちらかに決まる。また2勝5敗の佐藤天彦九段35が勝ち、1勝6敗の糸谷哲郎八段34が敗れると糸谷八段の高級が決まる。7回戦を終えての星取りは6勝1敗、藤井聡太王将5勝2敗。 斉藤慎太郎八段29広瀬昭人八段36菅井達也八段34勝3敗豊島正之九段32長瀬拓也王座33勝4敗稲葉比八段342勝5敗佐藤隆九段1勝6敗糸谷八段7敗佐藤康光九段533敗までの6人に挑戦の可能性があり 佐藤康氏球団の級が決まっている対局は午前10時開始東京将棋会館で佐藤隆九段菅井八段戦名古屋将棋対局場で藤井聡太王将永瀬拓也王座戦と佐藤靖九段豊島九段戦関西将棋会館で斉藤八段広瀬八段戦と糸谷八段稲葉八段戦がそれぞれ指される。 藤井聡太王将が勝った場合、最終局に勝てば挑戦が決まり、負けても7勝2敗で並んだ騎士がいれば、プレーオフいなければ挑戦者に決まる。1日の対局で藤井聡太王将が敗れると、挑戦争いはコントン、コントンとし、最も多い場合、6人が同率主位で並んで、プレーオフが行われる可能性もある。 藤井聡太竜王、勝てばプレイオフ以上が決定大一番で長瀬拓也王座と激突将棋順位戦 A 級。将棋の藤井聡太竜王、大井王位 A o 王将、帰省20が2月1日、順位戦 A 級8回戦で長瀬拓也王座30と午前10時から対局を開始した。名人獲得の最年少記録更新に挑む。 藤井聡太竜王は現在6勝1敗で単独トップでリーグを走る。本局を勝利した場合、7勝2敗以上が確定し、最終9回戦の結果次第で挑戦決定かプレイオフ進出かのどちらかに決まる。藤井聡太竜王が本局で対戦する長瀬拓也王座はデビュー以来の研究パートナーであり、 昨夜に行われた棋聖戦五番勝負で激戦を繰り広げたことも記憶に新しい永瀬拓也王座はこれまでに4勝3敗の成績で本局を迎えた互いに手の内を知り尽くした仲とあり本局ではどのような作戦での激突となるか現在藤井聡太竜王は6勝1敗と単独トップ 本局を含めて残り2局に勝利すれば文句なしで渡辺明名人への挑戦権を獲得する。一方、2敗グループには斎藤八段、広瀬八段、菅井八段の3人が固まっており、本局で藤井聡太竜王が勝利した場合でも挑戦権が決まることはない。勝敗数が並んだ場合には、 プレイオフになるが3人以上の場合、今季初参戦の藤井聡太竜王には連勝が求められることから条件としては厳しくなる。A 級8回戦は東西の将棋会館に加えて2022年6月に新設された名古屋将棋対局場の3会場で一斉に指されている。 東京では佐藤天彦九段、35菅井達也八段、30戦の1局。名古屋では藤井聡太竜王、長瀬拓也王座戦と佐藤康光九段、53戸島正幸九段、32戦の2局。大阪では斉藤慎太郎八段、29広瀬昭人八段、36戦と糸谷哲郎八段、34稲葉日八段、34戦の2局がそれぞれ行われている。 本曲の持ち時間は各6時間で、先手番は長瀬拓也王座。